どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。2019年アカデミー賞ノミネート作品が発表されたので、ちょっとこの動画ね、緊急速報的に大急ぎで作りました。ざっとアカデミー賞のノミネート作品の要点だけまとめて皆さんにお伝えしたいと思います。まずはアカデミー賞のニュースから。アメリカアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは1月22日現地時間ですね、第91回アカデミー賞ノミネートの作品を発表しました。最多10ノミネートを果たしたのはネットフリックスの話題作でアルフォンソ・キュアロン監督が手掛けたローマと、英国アカデミー賞でも最多ノミネートの女王陛下のお気に入りです。ローマは作品賞、監督賞、主演女優賞、助演女優賞の主要4部門に加えて脚本賞、撮影賞、美術賞、音響編集賞、録音賞、外国語映画賞の10部門。そして女王陛下のお気に入りは作品賞、監督賞、主演女優賞、助演女優賞、脚本賞、撮影賞、美術賞、編集賞、衣装デザイン賞の9部門、10ノミネートとなりました。これに続くのがブラッドリー・クーバー監督作品アリ、スター誕生、アダム・マッケイ監督作品バイスの8部門、アメコミ映画として初めて作品賞にノミネートされたのはブラックパンサー7部門ですね。ほうほうほう。そしてスパイク・リー監督作品ブラック・クランズマンは作品賞、監督賞など6部門で追随しているとのことです。アカデミー賞の前哨戦ともいえる第76回ゴールデングローブ賞で最多3冠、第30回アメリカ製作者組合賞でダリル・F・ザナック賞に輝いたピーター・ファレリー監督作グリーンブック、そして日本でも現在大ヒットしているボヘミアン・ラプソディは共に作品賞を含む5部門に選出されました。なお日本からはカンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した是枝和裕監督の万引き家族が外国語映画賞、そして細田守監督の未来の未来が長編アニメーション賞にノミネートされています。それではざっとね、主な賞をね見ていきましょうかね。まずは作品賞、この中ですでに鑑賞済みなのはボヘミアン・ラプソディとアリー・スター誕生だけですね。あと予告編や事前情報から気になっている映画は女王陛下のお気に入りとグリーンブックです。そしてやはりね、ネットフリックスで今配信されているローマ、これは見ておかなきゃいけないですね。このローマはね、今年の大本命と言われているようです。そして異色は何といってもマーベルのね、ブラックパンサー。いや、まさかブラックパンサーがね、作品賞にノミネートされる時代がやってこようとは。ただ残念ながらね、僕のブラックパンサーまだ見たことがないんですけど、まあ近いうちにね、これも鑑賞しておきましょうかね。個人的に応援したいのはやっぱりね、ボヘミアン・ラプソディですかね。去年動画アップした2018年ベスト映画ベスト10でね、ボヘミアン・ラプソディは2位にランクインさせていただきました。そしてアリー・スター誕生なんだけど、これはね個人的にあんまり評価してないんだよね。ちょっとがっかり映画だったかな。期待が大きすぎただけにがっかりしましたね。これは確かにレディー・ガガの演技は光っていたと思うんですけど、映画そのものがね、ちょっと薄っぺらい感じがしましたね。アリースター誕生ってタイトルよりもレディー・ガガ誕生みたいなね、そんな映画になっていたような気がしないでもない。今日この頃皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、じゃあ次は監督賞ですね。はい、これはねアルフォンソ・キャロン監督が濃厚ではないでしょうか。っていうかあと他の監督さんよく知らないんですけど、ローマは白黒映画なんですけど、実はこの白と黒でもねかなりねグラデーション、色彩はね色調はかなり広いというかグラデーションが高い技術でね施されているようで、ただの白黒映画とは違うんですよね。なかなか見出しにくいところにすごい高い映像技術を使っているそうです。いや、これますますね見ないといけませんね。そしてここでも個人的に気になっている映画、女王陛下のお気に入りのヨルゴス・ランティモス監督もノミネートされていますね。どうですかね皆さん、あのアカデミー賞で監督賞とか興味ありますか？僕あんま興味ないんですよね。やっぱり作品賞と主演女優男優、あと助演女優男優ですかね。あと脚本賞くらいかな。さあどんどん飛ばしていきましょう。次はね主演男優賞、やっぱりボヘミアン・ラプソディのねラミ・マレックに取ってほしいかな。フレディ・マーキュリーを演じた役者さんです。だけどね、クリスチャン・ベール、ブラッドリー・クーパー、ウィレム・デフォー、
ビゴモーテンセン、全部僕の好きなね俳優さんなんですよ。だから誰が撮ってもいいかな。個人的にはね、このグリーンブックっていう映画もかなり気になっております。これ絶対見る。3月だったかな。アリースター誕生はあんまり好きではなかったんですけど、ブラッドリー・クーパーの演技はねとても良かったと思います。さて次は主演女優賞ですね。はい、やっぱりねレディー・ガガノミネートされましたね。個人的に気になるのは天才作家の妻40年目の真実、グレン・クローズなんですけど、この人何度もねアカデミーとかノミネートされてるんだけど、そのたんびにねなぜかメリル・ストリープがノミネートされて、毎回メリル・ストリープに負けちゃうんですよね。だから今回メリル・ストリープがいないから頑張ってほしいんですけども、やっぱねレディー・ガガ、レディー・ガガがねかなり濃厚だという話なんですけど、ローマのヤリッツァ・アパリシオさんもなかなかいけるんじゃないかなとも思うし、あと女王陛下のお気に入りのねオリビア・コールマンも気になるところではあります。メリッサ・マーカーシーとしてはごめんなさい、よく知らない。さあどんどんいきましょう。次はね助演男優賞ですね。へえ、サム・エリオットがノミネートされているアリー・スター誕生で、この人が一番美味しかったんじゃないかなと思うんだよね。なんかすごい気になる演技をされる役者さんでした。あとグリーンブックのハマーシャラ・アリさん、これ黒人の方のやつですよね。そして個人的には何かと気になる役者さん、サム・ロックウェルもノミネートされておりますね。まあ助演男優賞はね、女優賞もそうなんだけど、あんまり関心薄めですね。やっぱり主演ですよ。さて次はちょっと気になる脚本賞いってみましょうか。ああごめんなさい、助演女優賞でしたね。エマ・ストーンがね女王陛下のお気に入りに出てて、レイチェル・ワイズも同じ女王陛下のお気に入りで助演女優賞ノミネートされています。またローマからはマリーナ・デ・タビラさん、エイミー・アダムスもね、ノミネートされてますね。みんなねもうこのクラスになってると役うまいですからね。とてももうすでにねエマ・ストーンもレイチェル・ワイズも主演女優賞もらってますから、取ってますからね。何気に助演女優賞は激戦じゃないかなと思います。あ、なんでもね女王陛下のお気に入りではエマ・ストーンがね脱いじゃうらしいんですけど、いや別にね監督がね脱がなくてもいいよってね、私脱ぐわーってね、そのまま本当に脱いじゃったみたいです。すごいね、すごい女優魂。はい、ごめんなさい。次が脚本賞ですね。いやーここもね手堅いですね。女王陛下のお気に入り、グリーンブック、ローマ、バイスはね他の賞でもね散々ノミネートされている作品ですから、まあ、作品賞にノミネートされる作品というのはね脚本賞もノミネートされやすいというか、まあ脚本ダメだとどうにもならないからね。作品賞と脚本賞というのはねまあ連動してますわね。あと監督賞あたりもね。現時点ではまだ鑑賞した映画は一本もありません。次はこちらもねちょっと興味ありますよね。視覚効果賞ですね。どれもそうそうたる作品ですよね。でもどうなんだこれ、どうやって決めるんだろうね。結局これってかけたお金に比例するんじゃないですかね。今の視覚効果って結局情報量勝負のような気がするから、マンパワー勝負になっていくと思うんですよね。もちろんセンスとかね、作り手のセンスっていうのはもちろん十分問われるんですけど、もうここのクラスになってくるとね、もうセンスはもう皆さんそこまでね大きな差が開いてるようには思えないんですよね。いかにお金をかけられたかってことで勝負が決まるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？はい、次はね外国語映画賞です。はい、これはねもう言うまでもなく万引き家族推しですよね。他はねレバノン、ポーランド、ドイツ、メキシコ、あらここでもねローマが入ってるんですね。外国語だからか、作品賞取った上に外国語映画賞取っちゃうなんてこともあるんですかね。どちらにしてもね劇場公開ではなくてネットフリックス配信映画がここまでね上り詰めてくるっていうのは今までなかったことですから、まあね今後の映画のありようというのもね変えてきてしまうのかもしれない。映画を映画館で見るのが当たり前じゃなくなる時代が来るんですかね。そして次は長編アニメーション賞です。はい、これもねもはや言うまでもないですよね。日本からは未来の細田守監督、未来の未来が
ノミネートされている、なんとかね頑張っていただきたいもんですけども、あまり日本での評価は高くなかったような気がします。興行収入もねあんまり良くなかったですよね。お恥ずかしながら今回この中で見ているのはシュガーラッシュオンラインだけですね。インクレディブルファミリーとか犬ヶ島とかね見てないんでね。スパイダーマンスパイダーバースは、まあ、3月ぐらい、来月だから再来月に、上映、日本でもね上映されます。ほらほら、あのベノムのさ、クソ長いエンドロールの後に予告編が流れたというね、あれずるいよね。思わせぶりで、まだまだエンドロールの後に何かおまけ映像ありますって、それスパイダーマンのさ予告とかさ、舐めてんのかって話ですよ。っていうかね、最近現代の映画のエンドロールはいくらなんでも長すぎる。さ、次がね最後です。主題歌賞、はい、これもね実はあんまり興味がないんですけど、まあこの中で知っているのはアリースター誕生のシャローですね。この曲は確かに良かったと思います。メリーポピンズリターンズは2月1日から日本でも上映されます。主演はクワイエットプレイスでお母ちゃん演じたエミリー・ブラントですね。最近エミリー・ブラントの映画をいくつか見たような気がしますけど、またここでも出てきやがるんですね。はい、2019年アカデミー賞ノミネート作品駆け足でお伝えしましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。この結果のわかる授賞式は現地時間、アメリカ現地時間2019年2月24日にカリフォルニア州にあるハリウッドのドルビーシアターにて開催されます。どうですかね、皆さんは何が賞を取ってほしいですかね。やっぱり日本人的にはボヘミアン・ラプソディが一番こうしっくりくるんじゃないかなと思うんですよ。まあそもそもね、毎年ここ最近のアカデミー賞はどうもねピンとこないものばっかりでしたから、今年こそは2019年の顔となる映画を選んでいただきたいものだと思います。はい、駆け足でしたけど今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。オーバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。